今日はね、このアメリカで買ってきたねピカチュウボールで吸ってみたいと思います。値札ねついてなくて買ったら9000円ぐらいでした。 493g このねファーヘルのこの250タブをね2個分ぐらいの重さがあります。 15g 入りました。ピカー。ドガースのさマウスピース買ったな。ドガース一番俺ポケモンで好きでさ、ドガースここにくっつけて、ドガースってさこう穴があるじゃない、こっから煙ね漏れてんのよ。このドガースを排出弁につけるさ、そうするとドガースこれ気に入って買っちゃったんだけど、これね2000円ちょいしたこれとこれで1万1000円ぐらい。ケインミントのねキーチェーンも買ったんですよ。これね大体1000円ちょいリオミントもらいました。ありがとうラファエル。アメリカで買ってきたものをただただ吸って紹介するだけの動画でした。